私はお宝ナビゲーター Q アスカ、そしてこちらは助手のアンサー。これからご紹介するドラマ脱線デカはテレビとスマートフォンが連動して早押しクイズが行われるちょっと変な番組。ドラマの途中に時々脱線して劇中に登場する様々な商品がプレゼントされるんです。まずはスマートフォンで脱線デカのサイトにアクセス、ニックネームを登録してスマートフォンを持ってドラマを見てください。ドラマを見ているときはこちらの Q マークに注目。 Q マークが動き出したらお宝ゲットのチャンス。スマートフォンに4択クイズが表示され、なんと正解先着順で商品がもらえちゃうんです。ね、簡単でしょ。それではスマートフォンを片手に脱線デカをお楽しみください。詳しくは CBC 脱線デカで検索。